つもありがとうございます。ニニニットです。今日は久しぶりに、機械編み再生リストの機械編みの基礎の方に加えておきたい動画を、撮りたいと思います。小さいサンプルで恐縮なんですけど、まずこちらご覧ください。これこうニットウェアのね、例えば前開きの部分で、この裾の、端っこをね、こういうふうにくるーんと丸く編む、両サイドをこういうふうにくるーんとカーブさせて編みたいっていう場合ありますよね。でこれ普通にやると、目を増やしこう編んできて、こうだんだん何段かおきに目を増やしていってって、ゲージと製図に応じてやっていくと思うんですけれども、これをですね、引き返しショートロー、引き返しでの機能を使ってやってみたいと思います。まずキャリッジですけれども、編み機によって、引き返しホールドポジション違ってきますね。こちら重機の KE2600 をまだ出してるんですが、これは右側にだけこの引き返しレバーがあります。平編み引き返しです。だから引き返しを始めるときに これをこちらにします。でシルバーは両サイドにありますね。でブラザーはここにありますね。そういう形で編み機によって設定する場所が違ってくるかと思います。では、編んでいきたいと思います。編み出し用の編み地使います。抜き糸入れるんでキャリッジ左側に置いておきます。でこれ開けた方がいいですね便利ですよこれ。でこの固定金具のね、リングのところにぶら下げとくと、はい、目を取ります。一目ずつ鎖、長編みの頭の鎖一目に対して針一本です。こうしないと目ができません。はい、できました。ではまだ平編みの状態ですね。ではこれで抜き糸を入れます。抜き糸こういうね、段ボールにこうやって巻いとくとね、必要な、長さ使った後にこうやって留めて端っこ側おもり代わりになるのでとても便利です。で編み始めの端はクリップで重さを加えます。で糸口に入れます。そして1段ほどけてないほどけてませんでした。はい。で糸口から抜き糸外します。そしてこういうふうに余分なものをちょっと巻いておいてもつれるんでね、それでこうやって留めといてあげると、これが重りの代わりになってくれます。便利です。で端が目ができてませんでした。はい。ではこれで作り目です。で作り目は E ラップでも何でもいいかと思うんですけど、ダブルEラップ、巻き目ですね、でもいいかと思うんですけれども、ちょっと綺麗に出来上がるように、こういう上ですね、糸こういうふうにタッピで作り目をします。これは端が綺麗にできるんで
3目やったらもうこうやって持った方がいいですね。最後ループは端の針に入れて糸は下ですね。はい、これで作り目ができました。 できるだけ串刃の方に寄せて、あ、重り忘れてました。ではこれで2段いきます。はい、2段編めました。そうしましたら、ホールド、セットホールド、引き返しにして端、必要な目数になりますが、ここでは例えば2、4、6、8、10目ぐらいやってみましょうか。はい、これでもう引き返しになってます。キャリッジ引き返しになってます。これでちょっと重りの位置少し調節して、1段来ましたらキャリッジ側の中の1目下げて編んでもらいます。で戻ります。でまた中側1目下げて編んでもらいます。で戻ります。下げて編む、戻る、下げて編む、戻る。キャリッジ側の中側一目を下げておきますね。戻る。重りちょっと気をつけた方がいいですね。キャリッジ側下げます。戻ります。下げます。はい。これでも出来上がりました。今度は右側にカーブ作っていきます。1段変わってきますね。右と左、まず左側にキャリッジを持ってきて2、4、2、4、6、7、同じように斜め出します。で引き返しをセットします。で編んで、キャリッジが戻るときに中側の目一つ下げます。編んで戻る、編んで戻る、編んで戻る。こういうふうに右と左、これ例えば前身頃でしたら前身頃の縁のカーブ、引き返しによる、端のカーブの簡単な作り方をやってみました。以上です。